皆さんこんにちは、ジョゴンです。ということで今回もイフトボレ2024情報紹介していきます。さあということで今回アイテムまとめていきましょう。イフトボールにはね、様々なアイテムが存在します。今回は初心者向けにはなるんですけど、上級者中級者の方もね、しっかりとチェックしてほしいなということで、1週間にできる獲得数だったりとか、そもそものね使い方、獲得の方法とかも紹介しますし、最後にね、究極のアイテムを、沸かせる方法をね紹介していきます。ということで気になる方は最後までぜひチェックしてみてください。こんな感じでeFootボール情報を随時紹介してますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということでホームページにやってきました。ホームページのアイテム欄、まあ、資産ですよね。ゲーム内資産と言われるんです。記載はね、実はこれだけしかなくて、ね、あれゲーム内のアイテムってこの5つだけかなと思いきや、もっとあるんですよね。ということでアイテムはこれだけあります。まあ、200種類もね、そんなにはないんですけど、 GP コイン、ベーシックなものプラス戦士を強化するアイテムとか更新するアイテム、あとはガチャ券なんかも含めるとこんだけあります。それぞれの使用用途、獲得方法、期限があったりするものもあるので、それぞれチェックしていきましょう。まずはですね、使用用途ですね、何に使うかっていう話です。まず GP なんですけど、選手監督購入するときまずは使います。まあ、これは主に初心者とか、まだまだ選手が揃ってないよとかいう方は、GP を使って選手を獲得したりしますね。そして特別強化ですね、最近スキル追加っていうねアイテムがね追加されたんですけど、まあ、この特別強化が今 GP で一番出費かさむとこかな。好きな選手に好きなスキルをつけるという、まあ、画期的なね、機能ではあります。選手ボックス拡充について、選手保有数は初期だと500なんですけど、最大900まで増やすことができます。ただし50増やすごとに50万かかるんで、結構 GP 持っていかれちゃいます。まあ、あとはですね、選手の能力の振り直しですね。撮影時点では無料なんですけど、9月28日、この日を境に、GP がかかってしまうという。そしてあとはコインですね、これに関してはガチャとかパックですよね。好きなガチャを好きなだけコインがあればね、何でも引けちゃいます。続いてeFootボールポイント、これは交換所のみになっていて、基本的には選手ユニフォームアイテムの中から交換するものになるんですけど、多くの方が B 固定というね、この選手たちを狙って交換するかなぐらいです。そしてトレーニングプログラム、これは選手のレベルを上げて育成するために使うアイテムになります。結構大事。そしてスキルトレーナー、スキル追加するためのねアイテムですね。先ほど GP のとこで話した特別強化っていうのをねするためにもスキル追加してないといけないので、このアイテムは必要です。そして契約更新アイテム、10日とね60日っていうのが今存在するんですけど、これはまあ選手の契約を更新するためのアイテムです。獲得してから365日はね使えるんですけど、そこで契約切れてこのアイテムを使って更新するっていう形です。結構これも大事ですね。そしてガチャ券、指名契約券っていうのは指名で自分の好きな選手を獲得するというガチャです。まあ、ガチャ一覧の中から指名契約券って書いているものを、こちらのねガチャで使うことができます。で、最後に書いている抽選契約券、これはまあガチャ無料券ですね。さあ、続いて獲得方法それぞれ違うんですよ。また細かいですね、紹介していきましょう。まずは GP ですね。これはまずログインボーナス、1週間にねしっかりと毎日ログインすれば結構貯まっていきます。そしてイベント報酬、これも毎週やってきますので貯めましょう。イフットボールリーグ、毎週という感じではないんですけど、まあ1ヶ月に1回と考えていけばいいと。そしてアチーブメント、これでもね GP の報酬なんかはね用意されていること多いので、特に定期的にやってくるキャンペーンアチーブメントっていう、まあ、特別なアチーブメントですね、そこにも GP 結構含まれているんで、その辺は注意してチェックしています。そして選手監督を売却するときにも GP っていうのはもらうことができます。特に選手、例えば総合値84のカゼミロを放出しようとした時にもらえるのは 2.9 万なんですけど、これを総合値94で持っていくと 6.1 万と GP 額が増えます。これは総合値によって GP 額っていうのはね増額されていきますので、総合値はねなるべく高めで放出するっていうのは大事になってきます。さあ、続いてコインですね。ログインボーナスで50コインずつ、そしてイベント報酬で、まあ1回のねイベント50コインずつ、このような感じでコツコツと貯めることはできますし、まあ、もちろんね課金アイテムなので課金することでコインもねゲットすることができます。特に年に数回セールなんかもあるので、その辺も抑えておきたいものです。まあ、ここから考えると10月末のブラックフライデー、ブラフラですね、その辺にやってきたり、毎年結構やってきてるなって思うのは2月の旧正月、春頃ゴールデンウィーク期間とか、その辺に来ることが多いです。そしてイフットボールポイント、これキャンペーンでねごっそり獲得することができるんですけど、こんな感じで5000とか一気にもらえますので、まあ、これやってればね獲得しましょう。そしてイフットボールリーグやアチーブメントでも獲得することができます。続いてはトレーニングプログラムですね。トレーナー、まずは選手の売却、先ほども GP のとこで見ましたけど、選手を売却することでトレーナーがね返ってきます。トレーナーに関しては総合値ではなくてレアリティによって返ってくるトレーナー数っていうのを買ってきます。最大は星5のレアリティですね、1万トレーナーが返ってきます。そしてあとはポイント交換所にもねトレーナー交換するとかあるんですけど、まあ割引期間っていうのがねたまに来るんですけど、まあその時に交換するくらいです。
イベント報酬とかマッチパスにもありますね。そしてスキルトレーナー、これ毎週やってる方多いんですけど、イベント報酬、ここはしっかりと毎週コツコツ貯めましょう。そして e フットボールリーグという、まあ、1ヶ月に1回ぐらいね、もらえるようなものもあります。さあ続いて契約更新アイテム、10日と60日、まず10日に関しては2種類ですね。まずは星5の売却、実はこれ通常以外ですね。通常以外の星5、ハイライトとかエピックとかレジェンダリーとか、その辺の星5の選手を売却することで契約更新アイテムっていうのは獲得できます。あとはマッチパスにねありますので、その辺と、60日のアイテムは現在ポイント交換所にしかないですね。結構高めに設定されてるんで、なかなか手は出しづらいです。そしてそれぞれのガチャ券、まず指名契約券はマッチパス、たまに配布もされますけど基本マッチパスしかないと思ってください。そして抽選契約券、ガチャ券ですね。これは週間 FP だとイベントの報酬でもらえますし、まあ、あとはキャンペーンでやってくるみたいな、そんなところですかね。さあ続いて期限紹介していきます。アイテムには期限が設定されているものがいくつかあります。バツのところはね、基本期限がありませんので、すぐにね、使う必要は基本ないんですけど、まずは e フットボールポイントですね。獲得して180日後、半年後にね、自然消滅しますので、その辺も注意してみてください。受け取り箱にね、残しておけば期限が発生しないので、まあ、そのような方法も一応あります。まあ、あとはですね、ガチャ系ですね。期限がね、設定されているものはありますので、注意が必要なのと、指名契約券は基本60日かな。あとは家庭用だけコインがね、期限ありますので注意してください。さあそれぞれのアイテムがそれぞれどれぐらいもらえるのかっていう話です。まずはログインボーナス、これ1週間でね6万 GP ずつもらえたり、コインがね50コインなんですけど、まあ、1ヶ月単位で計算すると24万と200コインっていう感じです。そしてイベントは月目にねイフトはやってきます。ツアーイベントとかテーマとかチャレンジとか、まあ、それぞれあるわけなんですけど、まず GP、まあ、月目でねそれぞれイベント1個ずつは来るんですけど、1個6万なので、まあ、2個来たら12万になりますし、3個4個と増えればそれだけ GP は増えていきます。1週間で基本的に1イベントずつの計算だと12万、1ヶ月だと48万みたいな計算です。続いてテーマイベントチャレンジ、こちらコインですね。1イベント50コイン計算なので、まあ、2イベント来たら100になりますし、3、4と増えれば増えていきます。1週間1イベ計算だと100コインで、1ヶ月だと400コインみたいな形です。さあ続いてはイベントで獲得できるスキルトレーナーアイテムですね。ツアーもテーマも基本的には各1イベントあたり1つだったり3つだったりします。あとツアーイベントは月曜日のみしかやってこないので、まあ、1週間で7つ、1ヶ月でまあ28個くらいみたいな計算です。あとイベントの報酬として、木曜日にツアーイベント1枚無料券、週間 FP の無料券というのがついてきます。さあ続いて e フットボールリーグを紹介していきます。初昇格報酬というのがあります。昇格したタイミングでもらうことができます。最大 GB1 までいけば79,000GB です。例えば DB2 まで昇格したよという方は5.9万、ちょっと減りますね。 DB3 だと 4.9万なので、なるべくディビジョンを上げればそれだけ GP はもらえます。そしてフェーズ報酬、これに関してはどれぐらいのディビジョンまで達したかによりますね。 DB1 までいったら最大3万ですね。 DB2 だと2万で、 DB3 も2万みたいです。なので上のディビジョンまでね達成することができれば多くもらえるのがフェーズ報酬。そして e フットボールポイント、まずはこれランキング報酬っていうのが DB1 のみなんですけど設定されていて、最大は3000ポイント、確か1万以内に入らないとポイントゼロだったと思う。その辺の上位に入れる方のみですね。そしてフェーズ報酬、これは最大3000です。そしてトレーニングプログラム、トレーナーですね、まあ、DB1 達成すれば44000で、 DB2 達成すれば34000でみたいな感じになります。そしてスキルアイテムもディビジョンごとでね個数っていうのは決まっていて、 DB1 行くと10個、 DB2 行くと5個、 DB3 に行くと4個みたいな形になります。そしてマッチパス紹介していきますよ。一応ね表にまとめたんですけど、まあこの表の通りですね。レギュラーマッチパス、まあ、トレーナーがね14万ぐらいもらえて、指名契約権がそれぞれもらえて、契約アイテムがもらえる形。さあ最後に無限生成という話をしていきたいと思います。まあ、各アイテムがね欲しいよという方もねいると思うんですけど、それぞれのアイテム無限に一応沸かせることはできます。ということでこの図をご覧ください。それぞれ各アイテムを増やすために必要なものを表している図になります。これを見るとコインっていうのは優秀ですね。やっぱりリアルマネーでね、コインはねなんぼでも生み出すことは一応できるんですけど、もちろん選手を売ることで GP にもできますし、トレーナーにもできる。そしてコインがあればマッチパスを購入できて、指名契約権も多めにゲットできて、契約更新アイテム10日っていうのは星5の選手をねバンバン放出すれば一応ねバンバン手に入るアイテムで、まあ、この辺もねコインっていうのはね万能です。なのでコインから生み出せるアイテムっていうのはたくさんあります。ただ他のアイテムも別のアイテムも生み出すという力を持っていて、例えば GP だと通常選手を獲得することで、それちらを売ることでトレーナーにすることできます。
星5の選手を GP たんまり持っているっていう方は、通常選手をたくさん獲得してその選手たちを売り払うことでトレーナーに変換することができます。逆にトレーナーっていうのはどうでしょう。選手をトレーナーで最大限の育成をしてあげて総合値を高めることで GP を多くもらえるということであれば、一応トレーナーも GP を多くするため、 GP を多くもらうために獲得できるアイテムと言えそうですね。さらに、まあ、無限というわけじゃないんですけど、ポイントでもね、アイテムをね生成することはできて、ポイント交換所で B 固定の選手いらないのであれば獲得して GP やトレーナーにね変えることもできますし、そもそもポイントでトレーナーを買ってしまえば直でトレーナーにね変換することもできます。ということで、この図に載っていないスキルトレーナー60日の更新アイテム e フットボールポイント、これは無限に生成することはなかなかに難しいんですけど、他のアイテムはまあなんとかやりくりすればなんとかならなくもないという一点、まあ60日のアイテムで考えると、まあ、契約更新10日のアイテムが6個あれば60日アイテムみたいなものなので、まあ、これも一応まあ無限湧きみたいなことはできますので、スキルと e フットボールポイント、これが無限で湧かせることができないアイテムっていう感じです。ただ特に e フットボールポイントって別に貴重ではないので、無限に湧かせることができないアイテムで貴重なのはスキルと覚えておきましょう。ということで、各アイテムのね獲得方法など紹介してみましたが、いかがだったでしょうか。まあ、廃課金の方はね、アイテムに困らないということがね、今回の動画で分かってしまいました。何でもかんでもね、無限生成すればね、なんとかなります。逆を言えば、無課金、微課金の方は、アイテムをね、丁寧に使う、しっかりと考えて使うっていうのは大事になってくるので、ご注意ください。こんな感じで、e フットボール情報を随時紹介してます。チャンネル登録してない方、ぜひチャンネル登録お願いします。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。